ウィズレー王立園芸協会植物園は、イギリスのサリーのウィズレーにある植物園である。王立園芸協会が運営する4つの植物園の一つで2010年1月までに、年間約96万人の入場者を迎え、イギリスでは、キューガーデンに次いで多くの入園者のある植物園である。実業家で王立園芸協会の会員であった、 ジョージ・ファーガソン・ウィルソンが1878年に24ヘクタールの土地を買い、幼児園、オークウッドエクスペリメンタルガーデンを作り、栽培の難しい観賞植物を栽培したことに、始まる。ウィルソンは、日本原産のアヤメなどの牡蠣なども栽培した。1902年に、ウィルソンが没した後、中国で財を成して、イタリアのモルトラに庭園を作ったトーマス・ファンブリー。 今日が隣接する農場とともに、ウィルソンの土地を購入し、翌年、王立園芸協会に寄付した。王立園芸協会が、それまで使っていた、地図一区の庭園や、1870年頃、財政上の問題で売却した、ケンジントンの幼稚園の代わりの施設として整備された。リンゴや、梨、プラムなどの様々な果樹の植えられた6.5ヘクタールの樹木園があり、 1904年に最初の温室が作られ、1910年に造園業者ジェームズ・プレム・アンドさんによって、高山植物を育てるためのロックガーデンが築かれた。1960年代に造園家のラニングローパーとジェフリー・ジェリコーによって水路が作られ、水蓮の大規模なコレクションが作られている。2006年から新たな温室が作られ、池が作られた。 造園家のトム・スチュアート・スミスが関与した。ありがとうございます。